あ、これさ、ちょっと話させてくれる？いいよいいよ、映画来たね。映画の話ね、そう、毎回別に話そうと思わないんだけど、うん、今回ちょっと話す、あのね、スパイダーマンの映画と、うん、ザ・フラッシュって、フラッシュってわかる？あの、高速移動するやつでしょ？そう、俗に言う、うん、あの、ヒーローものの映画ってさ、あの、うん、マーベル系の映画と、うん、はい、X メンとかさ、はい、あの、うん、スパイ、アイアンマンとか、アイアンマン、うん、そっちがマーベル系、うん、で、はい、DC コミックス系っていうのがあって、うん、これがスーパーマンとかバットマンとかの、それいるもんね。そう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 、うん、でこのフラッシュっていうのがさ、うん、このいわゆるスーパーマンバットマン系の、うん、高速移動できるヒーローなんだけどさ、うんうん、このフラッシュってめちゃくちゃ足速く走れるの、うん、でその素早く走ることができる結果、はい、あの音速を超えて、うん、高速を超えて、うん、あの時空を遡れるようになるんだよね。この作品で？そう、この作品で。今まではできなかったんだ。今まではできてない。あ、でそれでタイムスリップができるようになって、うんうん、まあ、その力があるからさ、うん、でこのフラッシュくんがこの自分の人生の中で、うん、この過去を変えたかったなみたいなのを、うん、変えるって話なんだよ。うーん、これあらすじなんですけど、うん、でその結果世界が大変なことになって、はい、まあ、どうするっていう作品だったんだけど、やっぱ歴史を変えるのは大変なんだな、うん、これがなんかねすごく悲しい話でさ、うん、なんかアクションはすごいかっこいいのよ、フラッシュって、はいはい、すごい高速移動でなんか周りの時が止まったような、うん、ビジョンで見たことあるね。あの仮面ライダー詳しい人に伝わるように言うと、うん、仮面ライダー兜のクロックアップで戦闘してる時の状態、うん、これ分かる人だけついてきた、まあ、分かる人だけ、ね、はい、でなんかそんな感じで、うん、もう戦闘もスタイリッシュで、うんうん、で今回の話の大筋っていうのが、うんうん、フラッシュが自分の中で悲劇があってさ、うん、これを直すために過去に戻って、うん、その問題は解決されるんだけど、うん、その結果大変になるっていうエピソードって書いてんだけど、はい、結局どうあがいてもうまくいかないみたいな感じの流れなんだよね。うん、話のネタバレは避けるけど、うん、歴史の修正力みたいな感じ。そう、歴史の修正力だから何をやっても、うん、この現象だけは治らないですよみたいな、軸に入ってくっていう話で、うん、どうあがいても戻ってっちゃう感じだ、うん、だからそれに対してどうしてくって話で、うん、だからその悲しみを避けるための、うん、変更だったのに、うん、それはどうなんですかねって最後まで悲しい話なのよ、雰囲気的には。ほうほうほう、じゃ新たな悲しみが生まれるみたいなのもそうあり、だからねなんかねここがね結構久々にこのヒーロー映画を見てさ、うん、ちょっと自分の中で刺さっちゃったことがあって、あ、じゃ あめっちゃスッキリするわではないんだ。あ、でも感動した結局、うん、最後はスッキリ終わるでしょ、うん、なるほどね。ただねなんかねこの映画、うん、褒めたいとこが一個あって、うん、アベンジャーズのシリーズって、うん、最初ってすっごいワクワクして見れたの、うんうん、この作品公開されました、はい、うわこのキャラクター出てきた、うん、あ、分かる分かる、うん、あ、次回こういう風になるんじゃないかな、うん、うわーみたいな、うん、でもだんだんとその感動って、うん、マーベルのシリーズってちょっとずつだんだん薄れてってる感じはあるんだよね、うんうん、こう風潮的になんかこの今の DC、うん、DC もいろいろあるんだけど、うん、こう制作側で、うん、なんかねそのワクワクが久々にあるなって感じるぐらい楽しかったんだよね。へー、あ、この結果結局こうなったってことは、うん、次の DC の映画、うん、DC キャラクターの映画ってこう変わってくのかな、うん、あ、これってこういう風だ、だからこれこういうことだったのかみたいな発見がある映画でさ、あのね、とても面白かったっていう話でした。 DC も結構詳しいですね。あ、 DC も好き最近は。あ、そう、うん、それよりもね、うん、スパイダーマンがマジでやばかったんだよね。こっちが本命なんだ。たまに CM で見るか。これ CM でもやってるよね。やってるか、ごめんテレビ今つけないからわかんないんだけど、スパイダーマン見た人いるかな。スパイダーマンって今までそのこれアメリカのコミックスじゃん、うん、いろんなマルチバースっていうかいろんなスパイダーマンの漫画が書かれてるわけ。例えば、うん、馬に乗ったスパイダーマン、西部劇っぽいスパイダーマンの漫画が書かれてるとか、はいはい、インド系のスパイダーマンの漫画が書かれてるとか、
そんな感じなんだスパイダーマンって、うん、そうなんかそういろいろ書かれてんの、うん、だから分かりやすいのがあったら女の子のスパイダーマンとか、あと吸血鬼のスパイダーマンとか、初音ミクのスパイダーマンいんの、いや違う初音ミクみたいな感じだよ、初音ミクだけど、うん、いろんなミクに派生してるみたいな、そうそうそう、だからそれがそもそもそういう背景がいっぱいあって、うん、スパイダーマンっていっぱい漫画で書かれてんだよね、うん、マルチバースってことで、うん、スパイダーマンのいろんな可能性のマルチバースの結果そういうスパイダーマンが生まれたみたいな、うん、まとめ方で最近のマーベルはしてるわけよ、はい、で今回のスパイダーマンの映画は、うん、そのいろんなスパイダーマンが一挙に、うん、こう出てくるスパイダーマン作品なんだけど、うん、全員を救うのかみたいな話、トロッコ理論、トロッコ理論、トロッコ理論の話なんだよこれ、うん、まずその話も良かったんだけど、うん、これ映像がさもう終始きらびやかで、うん、で 3D アニメなんだけど、2D のニュアンスの 3D アニメなんだ、シームレスにコロコロ切り替わってくような絵作りなんだよ、うん、ポケモンショック気をつけてみる系、あーなんかそこまではいかないけど、結構そのぐらい結構映像は派手、さっきコメントだったんだけど、うん、スパイダーマン知らないこれから入る人も見れますかっていうコメントだったんだけど、あのね、そうだな、最低限予習はした方がいいかな、フラッシュのさ、うん、これ誰、あそれはね、その世界線を超えた後のスーパーマンの立ち位置でいた人、うん、バットマンは相変わらず金持ちなんだ、バットマンは金持ちですね年取ってます今回のバットマン、ああそうだ、まああの時こうしてればっていう話をこれでつなげてみんなに聞きたかったんだけどさ、ははは、僕だと山岡屋やめなきゃよかったなって思って、中学校1年生の時にバレー部に入ってたっていう話を、まあ、前回もしてるんだけど、うんうんうん、バレー部入ってて2年生になって科学同好会に移行したっていう話をしてる、うん、僕も科学部みたいのにいましたよで部員が集めれなくて、うん、同好会一回も活動せず終わったっていう話なんだけど、うん、でバレー部に戻るに戻れなかったっていう、バレー部やめずバレーずっとやってたら、うん、あそのままスポーツマンで行って、おーあーなるほどね、高校大学、はいはいはい、まあ、社会人とこうまあ筋肉ついたムキムキのスタイリッシュな中岡、そうだよね、ラガーマンみたいな感じでね、そうそう、だってスポーツってやっぱ楽しいから続けるわけであって、うん、後悔自体あんましないんで、うん、あ、そうなんだ、やっぱり後悔するってことは、うん、それこそ過去をこうすればよかったってことで、うん、あの現在を否定することになるから、うんうん、それはそうね、僕別に現状特に不満ないんですよ、うんうん、なんかむしろなんか今までのものがなくなっちゃう方が嫌なんで、ああいいね、素敵な答えだ、だから、うん、過去は振り返らない、ただね一、うんうん、つあるとすればやっぱりニンニクラー油を1個しか買わなかったことはめちゃくちゃ後悔してます、安い過去だないいね4つ買ってくればよかった、買い占めればよかったそこ他の人のねこと考えてたらね食えないから、ね、確かにすぐ悪くなるもんじゃないし、ね、うん、確かに日持ちするしね、開けなければねしばらく持つから、そうだよね、常温保存でね、いやまあいろいろ皆さんちょっと今度さ売ってた時教えてください、うん、教えるかなんかちょっと余分に、いやでも余分に買えないのか、余分に買えないよ、だってあげるくらいなら自分で使う、分身してさ、そこ、うん、分身なんだよそれ過去に戻って2回買ってきてフラッシュ、うん、フラッシュ、それねいろんなもの変わっちゃう、変わっちゃう、あのバタフライエフェクトだからさ、変わっちゃうの、そうそう、ナカッシュみたいな感じで、そう、ナカッシュになっちゃう、